ご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハムタルでございます。愛絶はねワンチャンちょっと強そうなんだよね。新王封じ持ってるんで。というわけで同撃三種乗っかった状態でアルカで遊んでいきましょう。いやね、ハンテングか、そうハンテングのあの分身体4体でいろいろまあキャラを見てみたんだけど、一番なんかこう強そうだなっていうか使い勝手が良さそうなのがこのアイデスだね。新王封じ持ってるんでアルカディアの雑魚処理とかもできそうだから、まあ、ワンチャンいい仕事してくれるんじゃないかなっていうのを期待しております。で1体だけね赤土、こいつもね状態上底力持ってるから減速した時に 1.5 倍になるし、かつ友情がねまあ普通に強い強羅くらいだから、それを利用してねなんかアルカディアぐらいだったらいけるんじゃないかなっていう作戦でやっていこうと思います。よし、1体倒した、偉い。そう、ただねあれなんですよね。そう、あれなのよ、気づけば全員貫通なっちゃったからちょっとアルカディアやりづらいんだよね。やりづらいけど弱くはないからね、なんとかなるでしょう。頑張っていこう。でこれも倒した後は友情のロックオンを全部当てれば、あ、全部いらんかった。オッケー。一体倒した。ラッキー。いけそうだね。まあ、こんな感じでね。ちょっとコツコツやっていく感じでやっていきましょう。でね、アイゼツに関しては、なんかね、SS がね、ちょっと強そうなんだよね。ワンチャンだけど。停止後に、追撃だから、名前ちょっと読めないけどね。技の名前は。それにちょっと火力を期待しております。よし、偉い。で、赤土は、停止後すべての敵に雷で攻撃だから、雑魚処理とかに強いの、強くはないと思うけど、ちょっと使えないかなと思っております。さあ、弾壊す、弾。弾は、ゴーラくらいで削っていこう。これに関してはあれか、赤土2の良かったかな。だから赤土2にしちゃうとな、多分雑魚処理間に合わないんだよね。ゴーラくらい。オッケー、ナイス。さすがハーレ。さすがハーレ、仕事してくれるね。まあ、ガチガチのガチャ剣だし。よし。じゃあ雑魚、あ、ここで削りだね。結構ね、しっかりめにプレイしないと多分負けるから、よっ。で、加速して、削る、偉い。削る、偉い。もう一回削るかな？パワー型の力を見せておくれ。よし、いける。ここで決めに行こう。SS 打てれば多分ね、なんか抜けられそうな気がするけど、まだちょっと打つほど余裕ないしね。あ、やばった、やばったか。行ったか、行ったか、行ってね。行ってないか。ちょっとハーレーに頼むか。困った時のハーレーだより。上を削ってくれ。オッケー、ナイス。さすがハーレー。これ次いけるべ。いいよ。アルカディアもね、なんだろう。こんなこと言うのもあれだけど、このぐらいのキャラパワーの編成でやってると、普通に楽しい。よし、いいね。はい、処理でございますと。だから、まあ、極端な話、昔、ここって確か反射でしか行けなかったから、だいぶ昔だけど、その頃に比べればだいぶ強いよね、ぐらいかな。キャラパワー。キャラパワー。削ってこ、削ってこ。いや、これ、ボス特攻の方が早いか。キラー、そうだ、キラーだもんね。でも、あ、いや、間に合わないか、さすがに即死が。左だけでも倒そう。左を倒してから考えよう。倒せない。やばい。確か白幕ね、ちょっと痛いんだよね。いや、倒せない。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。これどうなんだ？ SS でなんとかなるかな？お！おう。おお、そっちじゃないけど、そういう追撃か。これならちょっと未来あるぞ。今、状態上、そこ時間もらってくから。いやー、倒しきれんかった。次は、何する？あ、耐えた、オッケー。今、正直負けを覚悟しました。確か雑魚撤退するはず。オッケー。じゃあ突破でございますと。いいね。アイゼツの SS 結構強い感じじゃない？
数撃もね、うまいことを配置してあげれば多分、拾いそうだしね、あれを。他の雑魚とか。うん、ハーレ強っ。そうだね、ハーレ攻撃力5万9000だもんね。十分すぎるわ、頭がおかしい。ただなぁ、キラー対象じゃないんだよなぁ。今は人、進化するとアクシス。だから、アイゼツの強いターンはほんと雑魚処理に限りかなぁ。このステージに関して言えば。状態上、底力。まあまあだな。まあまあ。このまま削り切りたい。このまま削り切りたいよ。よし、いけたー。ね。アイゼツ、いいな、こいつ。一応ね、今回使ってないけど、ワープとウィンドウとかも倒してるから、まあ、エデンとかだったら普通に強いと思う。これはどうするかな。処理間に合わないでしょ。ラクラ落とすけど。おー、でも倒した。何で倒した今。ラクライか？ラクライであれば非常にナイス。お、来た、クリティカル怒ったよ。赤土が怒った。怒った赤土のラクライは強いぜ。いいね。そう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 。やっぱ赤土はそうでなくっちゃ。で、状態上底力付きの状態でパワーとスピードがアップで定食をすべて、すべての敵何ターンだっけ ?18 かー。ごめん、使うのやめるわ。ちょっともったいない。いや、もったい流れるような火力は出ないとは思うけど、それでも期待してしまうのが私です。やばい。1P がまずいとこにいる。1P まずい。これ一回ちょっと、ワンチャン狙ってみるか。あ、やばい。止まれ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 。あ、倒した。倒した。強っ。一応ね、こいつ、水っぽく見えるけど、こいつ闇なんで。はい。じゃあ、ボス戦やっていきましょう。ボスはね、もう、あー、クリティカル、赤土起こったよ。もう赤土が起こったら赤土に触るしかない。けっ。あー、当たりどころ悪かったな。まあ、でも、弾壊したのは優秀か。そう、貫通タイプだからね、みんな。で、得意の、新大富士。いいね。弱点殴った。ただその位置ちょっと怖いな。赤土でずらすか。赤土でずらして。よし、いいね。あとは装甲を壊してからだから、まだかかるな。よし、いい仕事。これさっきの何だったんだっけ ?16 か。まあ、直殴りとか乗ってるかどうかわかんないけど、最初の見る限りで言うと結構火力は期待していいんじゃないかな。よし。ナイスあれ、ナイスあれ。あれ持ってったね。そうだよな。モンスト界のザ魔族だもんね。な、新参者の鬼に負けるわけがね。ここで、いや、ラスゲリ赤土撃つか？ラスゲ赤土の方がいい気がするな。ここパック使っちゃうか。あ、いや、いいや。まだいいや。気が早い、気が早い。ゴーラくらいで削っていく感じで。だからこれが。上の弾壊したい。いや、壊れないか。で、これボス特攻いけるな。レーザー避けた。右に止まるなよ。ナイススピード型。オッケー、いけた。そしたら、こっから SS 祭りだね。まず、1P のアイゼツで、ボスにめっちゃダメージを与える。で、赤土ぶち切れる。で、もう一回アイゼツが切れる。切れねえか。それで決めていこう。さあ、頼むぜ。最初に触れた敵。悲しいの。弱点目の前来た。え？ちげえ。大丈夫。雷お化けがいる。何をしているんだバカモンが。バカモンがって。
や、演出かっこよ。いるか、そんなにいい演出。いや、いいね。決まれば同じ。そっちじゃない。そっちじゃない。いや、めっちゃ入った。へぇー。って感じでしたね。もう見せ場ないっす。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。最後はね、もうモンスト界のザ・魔族、ハーレーで。いやー、いいね。てか、赤土の SS かっこいいな。はい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。アイレツの方が多分普段使いとかはいいんだけど、赤土の SS のかっこよさにびっくりした。ちゃんと再現したんだね。もっとね、雑に雷ボンボンボンかと思ってた。はい。じゃあ、バイバイ。ありがとう。